どうもこまです。トロピコ6実況やっていきたいと思います。前回までですね、ミッション、一番最初のミッションをね、やってクリアしました。これで私も、一人前なので、今回はですね、サンドボックスモードをやっていきたいと思います。前回まで植民地時代やったので、今回は世界大戦時代からしましょうか。ワールドウォーズにしましょう。で、マップはランダムマップでいいかい？ちょっとね、いろいろ最初から用意されてるマップもありますけれども、まあランダムが嬉しいな。サイズ普通、小中大、最大ってあるんだね。まあ大ぐらいでいいかな。大陸普通、なんかいろいろあるけどね。まれ、島多い、まあいいんじゃないの。シード適当に、はいはい、いいんじゃないでしょうか。で、初期人口75、いいんじゃない。もう全部デフォルトでいきましょう。マップ開始。さあ、世界大戦時代になったので、多分植民地時代よりもいろんな建物が建てれたりとか、少し自由度が上がってると思うんですよね。おーし、来ました。ちなみに、ちょっと宮殿も微妙に変えた。微妙に、ほら、噴水とか、庭はなんかね、迷路にしてみた。はい。で、色もね、ちょっとつけたんですよ、宮殿。淡くね、淡く色つけました。最初もっとネタに走って真っ赤にしたんだけど、結構どぎつかったんで。しょっぱなからバラック立ってんな。いきなり宮殿のすぐ横にバラック立てるって、めちゃめちゃ当てつけが半端ない。最初こんな感じになってるんですね。もうある程度建物立ってるね。建設業者、トラック運転手事務所はある。あとは宿泊小屋、簡易住宅が複数あって。あと牧場が最初からあるんだね。なるほど。バラックいっぱいあるな。で、島はどうなってるかというと、はいはいはい。あれ、そんな大きくない感じ。つうか、めちゃめちゃ離れてんな。ここの真ん中に地形ツールで島を1個作りたいね。ここには火山は、あ、これ火山か。え、めっちゃ活火山じゃん。マジか。え、これ噴火、なんか災害っていうのさっき設定項目にあったからね。噴火したらやばいんじゃね？こっちの町。宮殿とか全部マグマに焼かれるんではないだろうか。まあいいや。やっときましょう。さあ、で、今回が世界大戦時代になったので、10年に一度大統領選挙が起きます。そこで、負けるとゲームオーバーなんで、はい、支持率はちょっと気をつけていきましょう。最初は 100% なのですごいね。ホームレスの市民53、失業者36もいるの。マジか。これは至急家を建てなきゃいけない感じかな。ちなみに、独裁者なんで、前も言ったかもしれないけど、できるだけ自分勝手にいろいろ決めていきます。はい。ただ自分勝手すぎると支持率を失ってゲームオーバーになっちゃうので、そこはね、絶妙な塩梅を、バランスをこう見つけたいところですね。幸福度低いね。37か。一番低いのが住居と仕事か。なるほど。じゃあ最初はやっぱり建物を建てましょう。建物っていうか家を作りましょう。はい。お金5万あるんですね。住居、簡易住宅、宿泊小屋、貧困以上の住民が入居可能なので、宿泊小屋を作りましょうか。ちょっとバラックが邪魔だね。ちょっと道路拡張先にしようかね。あれだね。道路も、植民地時代は砂利道だったけど、ちゃんと舗装されてますね。素晴らしい。横に、こっち側、これ上登れるのこれ。あ、行けないのか。これは無理なんだね。ちょっと高くしたりとかできないんだっけ、これ。無理だね。じゃあ一回、こう、こう。で、バラックをがっつり壊して、その代わりちゃんと宿泊小屋を作ってあげましょう。1個、2個、とりあえず3個ぐらい作っておこうかね。もっといるか？さっきホームレス何人いたっけ？ 53、めちゃめちゃいるじゃん。ほとんどホームレスじゃん。え、じゃあ足りないね、これね。これ集合、なんだっけこれ、宿泊小屋か。これ6世帯でしょ。世帯か。まあちょっとずつ様子見ながらやっていく。3つあればいいのか。あ、なになに。皆さん、情報漏洩は最大の敵です。口はトロピコ製のスパナでしっかり閉じておきましょう。約束ですよ。怖いわ。すごい迫力を感じる。よし、じゃあ時間進めるよ。おお、びっくり、来た。
来ましたね。ペナルティーも時代を超えて。時はプライスレスですよ、プレジデンテ。箱庭ゲームで遊んでいる時間も大事ですが、今のあなたは一国の指導者なのですから、やめろ、メタ発言。あなたのお手を煩わせないため、忠実な下僕であるこの私が恐れ多くもトロピコ憲法の草案を作成いたしました。ですが、サインだけはお願いしたく。2回目の朝食の後、ブランチ前のお昼に入られる前いかがでしょう。いえ、無理ならお気になさらず。え、受け入れるしかないの？憲法の選択肢。こっからなんか、ああ、選ぶのか。なるほどね。待って、投票権か、まず。全市民投票。成人は全員が投票できる。富裕市民投票。あ、お金持ちだけ投票できる。公開投票選挙。政府関係者は、すべて私に投票すると。おー、いいね。大統領の地位を決める投票は、トロピコ国家の主権にとって非常に重要であるため、公的記録の対象とし、すべての市民を監視するために利用できるだって。いやー、恐ろしいですね。いいですね。まあ、やっぱ市民に優しいのは全市民投票なんだけれども、まあ、今回はちょっと私、独裁者なんで、もう思いっきり独裁を頑張っていこうかと思います。ということで、公開投票選挙にしましょうかね。記録するから。見てるぞ、お前らを。よし。で、軍隊を平和主義国家、すべての軍事施設を無効にする？それはちょっと。民兵。兵士に教育が求められない。職業軍人、兵士には高卒以上の資格が求められる。部隊のダメージが 10% 上昇する。高卒以上、ちょっと最初はでもやっぱあれだな、まだ立ち上がりたばっかりだから、教育レベルも低いから、まず民兵からじゃない？はい。で、憲法、今決めたのこの2つね。投票権、軍隊、あとは、あー、なるほど、時代がまだ早い。研究すれば宗教、国家、労働政策もいけますと。ってことだね。了解了解。じゃあ一旦これで行こう。公開投票選挙だ。1923年1月。だからあれか。選挙で当選した直後かな？に憲法をもう一回変更できるってことか。何度もポンポン変更できるもんじゃないってことですね。さあ、でだ。でだよ。研究系もね、研究、あ、そっか、図書館がないな。図書館は重要でしょう。作っときましょうよ。図書館ですね。はい。3600よろしいでしょう。図書館はここら辺に建てましょう。よし。で、あと、公益系か。とは言っても、公益するものがないんじゃないかい？今あるのって、牧場だけでしょう。そうだよね。肉と皮か。地元で消費するから、ちょっと他のものを建てようよ。食料と資源、ココナッツ、伐採キャンプ、農園はちなみに、トウモロコシ、なんかね、金作、そのお金を稼ぐのでね、有効なのはね、ラム酒がやっぱりいいって書いてあったんだよね。だから砂糖ですね。ラム酒の原料となる砂糖工場を、作りたいな。それか別の島に作る。意外とちょっと狭いよね、この島ね。この辺りに作りますか？ 89%、100% でさせたの。あ、94とかあるよ。すごいね。でここに作るのはまずトラック港を作んなきゃいけないんだよね。インフラ、トラック港、これだね。はい。これがあれば、よ。これいいかな。はい。これがあれば、建物を建てれますからね。97でいいか。ここにしましょうか。はい。で、道を敷く。一旦こんな感じで敷いとく。で、もう一個。あ、お金がどんどん減っていくな。ラム酒、あった。ラム酒蒸留所。これも作りましょうか。砂糖加工し、ラム酒を作る。これも、もうすぐね。砂糖農園のすぐそばがいいでしょう。はい。さあ、着工。まずはね、トラック港からですね。あ、ダメだ。ちょっと待って、繋がってないわ、道路。道路繋げないと。港に道路が繋がってません。マジか。これでいけるようになったんじゃない？おー、いいね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 。おー、人がいる、人がいる。めっちゃ手振ってる。あ、なんか、交流してる？お、すげえ。はーい、みたいな。危ない！もっと危ないって道路じゃなくて歩道でやれ。危険すぎる。宿泊小屋が3つ建ちましたね。あ、なるほどね。3、4、5、6世帯。
1世帯2人ってことか、これ。じゃあ、12、24、36。36人のホームレスが住み始める。ってことは、まだやっぱ足りないんだな、これ。ね、52人いるからね。あと16人が住めるようなところを作んなきゃいけない。他のを作ってみる。簡易住宅、富裕以上。え？富裕以上の住民が入居可能？これおかしくない？簡易住宅でしょ。富裕と富豪は違うの？高級住宅富豪だけど。マンション、アパートっていうのもあるけど、これコールドウォーだから冷戦以降か。まあ、やっぱ宿泊小屋だな。1、2。ああ、お金がもう半分近くまで減った。マジか。ちょっとね、やっぱりね、このゲームのね、お金稼ぐのはね、輸出なんですよね。基本。だから、まあ、今、作りましたけど、ラム酒のね、はい、これを作ってますけれども、これに加えてもう一個何かしら作りましょうか。やっぱ伐採キャンプかな。ミッションでもやったけどね。伐採キャンプ、周辺の木を切り倒す。ここの道をさ、あ、そんなところにバラック作んなや。え、ないとこ作ったな。この辺りにこう、ね、森があるから、ここら辺いいんじゃない？ここにちょっと作ろうか。よ。あんまり道はね、ぐにゃぐにゃしない方がいいってね。ぐにゃぐにゃしちゃうと、建物も建てるに建てれないらしいんだよね。で、伐採キャンプのところにもトラック運転手事務所、これがないとね、荷物も運べないから、一個ここに作って、ここに一つ作る。お、びっくり。誰？誰？あなた。ウィントン・マルボローさん。連合国の要求。誰もが戦争に勝つために与えられた役割をこなさなくてはならない。たとえ誰であっても。君はこのトロピコでは実力者かもしれないが、この戦争はどの国よりも大きなものだ。君の国よりもな。そして君の国よりも連合国の方がはるかに大きい。我々の親友になる方が良い考えだと思うだろう。輸入ルートを連合国のために開く。おー、輸入？輸入はまだいいよ。だってお金ないもの。データ見ていいっすか。外交関係。連合国50、数軸国50。連合国。輸入？コーヒーとか？いや、1000ユニットごと3800とかだって。いらなーい。めっちゃ高いじゃん、50% とか。市場価格よりもめちゃめちゃ割増じゃん。いや、いらない。いりません。いきなり廃棄します。突っぱねるわ。はい！ざまみやがれ。選択として正しいかどうかではない。俺がいいか悪いかだ。で、トラック運転手事務所を、伐採キャンプのそばに建てました。で、もう一つ、別の島な。ここにも建てないとね。どうしようかな。この辺りに建てときましょうか。はい。建設業者足りねえな。建設業者、ちょっとワークモード、予算とワークモードを変えましょうか。転ばぬ先の杖、安全規制の無視をしましょうか。建設速度は 20% 上がる。はい。死ぬリスクが 10% なる。いいんじゃないかな。さらなる人で、いいんじゃないかな。やりましょう。求人が4追加される。はい。で、予算を90まで上げる。ん？違うか。130。この2つあるんで、これなんだろうね。まあいいでしょう。はい。建設速度が上がったよ。25%。おっと、なんだ？宗教信奉者の要求。おー、なんかいろいろ。前回のミッションだと革命派のトウモロコシ好きしかいなかったからね。プレジデントの最後の国会がどのようなものになるか考えることがあります。すべての罪について述べるのはかなりの時間かかりそうですね。いや、俺は罪は全然犯してないからね。一個もね。罪っていうのは本人が罪と思わなかったら罪じゃないからね。もちろん善行を積み、可能性を広げることはできます。あなたを直接天国へ旅立たせることはできなくても、煉獄に立ち寄る期間を短くすることはできるかもしれませんよ。もう煉獄確定なの俺。税関を持つ。税関？まあ、宗教か。ちょっと待って、今どうなってる俺。政治かな。あ、これだ。資本主義、共産主義と宗教、軍国。人数が多いのは宗教の方が軍国より多いんだね。関係性もちょっと低めだね、宗教の方がね。あ、じゃあちょっとこれは尻尾振っとこうか。俺が選挙で勝つためにだ。受け入れよう。税関を作るよ。OK。で、もう一個ある。要求。ブローカーだって。あ、これなんかチュートリアルで見たわ。
輸出ですプレジデンテ、最高ですよ。出向した商品がお金になって戻ってくるんですから、我々の輸出にご満足いただけていることでしょう。きっとそのはずです。輸出を行わない国は間違っています。我々は正しいことをいたしましょう。私が昨夜偶然にも橋の下で会ったある方々が欲しがっているものを偶然にも輸出するということでよろしいですね。チーズを輸出する。チーズ作れんの？チーズなんて。チーズで、そう、これがね、普通のお金じゃないの。これ最初に S がついてるでしょ。 S がついてると、これはスイス銀行なんだよね。スイス銀行のお金があると、これでいろんな、ほら、イメージキャンペーンとかね、これで選挙の支持率が上がって選挙に勝ちやすくなるとか、そういうようなメリットがあるんですよね。チーズ産業、あ、チーズ工場ってある。いや、高えな、ちょっと厳しいぞ。5000、今から5000、ちょっとな。サンドボックス始めていきなり初回でゲームオーバー、ちょっとちょっと今回はいいかな。これは放置してもいいのかな。ちょっと待っててもらえばもしかしてできるかもしんない。うん、ちょっと待ってもらおう。あ、しまった。そうだ、図書館建てたけれども、あ、そう、知識が溜まってるからね。で、これで、わ、すげえ、いろいろあるじゃん。何これ、めっちゃあるじゃん。何がいいかな。労働政策、トロピコ市民が勤労開始できる年齢と退職できる年齢を変えられる。あ、めっちゃ働いてもらおう。これにしようか。1259ってすげえな。宗教と国家。まあいいや。まず労働政策にしようか。はい。おお、なんだい。コールドウォーへの移行。早すぎる。ちょっと待って。まだまだまだ。まだまだだよ。1年しか経ってないじゃん。え？お急ぎください、プレジデンテ。この戦争が終わらぬうちに味方する陣営を決めないと、短期間で終わるのはほぼ間違いないでしょう。連合国か枢軸国かを選ばなければならないようです。一方は常に新しい残虐な兵器を開発して市民の爆撃にも一切の罪の意識を持ってません。あ、いいね。もう一方は悪です。いや、どっちも悪じゃねえか。どちらを選んでもあなたが選んだ方が勝利するでしょう。なぜならトロピコは小さくても真の大国だからです。同盟状態に達する。あ、なるほど。これを全部クリアしたらコールドウォーに、冷戦時代に移行するんだ。あ、なるほどなるほど。まあ、これがある意味メインクエストってことですね。了解了解。なので、またなんか増えた。ガイダンスタスク。ペネルティーモがイラン口を聞いてきたぞ。これは何ですか？プレジデントのご判断は非の打ちどころがありません。とはいえ、ごくごく小さな提案をよろしいですか？すごいな、お前。世当たりがすごいもの。失業者の住民が多すぎますね。誰でもつける職が足りてないか、空いている職が高度な教育を要求しているかです。必要な教育が低い職を十分用意しましょう。失業率を 7% 低下。分かった、やろうやろう。まずはこの辺りの施設作ってもらわなきゃいけないからね。順番順番にね、建設していくんでね。はい、最初お金が減っていきますけれども、皆さん頑張ってください。さあ、今ここ作ってますね。これはなんだっけ。あ、すごいすごい、出来上がってんじゃん。砂糖農園とラム酒蒸留所が出来上がりましたね。おお、いいよいいよ。ただ多分まだ働いてる人いないでしょう。いないね。割り当てられたけども今移動中だ。ちょっと遠いからね。ここになんか家を作ってもいいかもね。この島にも家作りましょうか。それはありだな。お金がちょっと少なくなってきましたが、よよ、3つぐらい作っとく。よし。さあ、大丈夫か、こんなにお金使って。おー、なんかいっぱい来たぞ。これなんだ。あ、建設労働者が乗ってる。貨物船。あ、やっぱり植民地時代と違うね。ちゃんとしたこの文明の船だ。文明の船じゃなかった。こんなんで来るのすごいな。この海を渡るか、こんなんで。ここか。すごいね。おっと、あ、また来たこいつ。連合国の要求。あ、今度は輸出ルートだって。あ、いいよいいよ、やろうやろうやろう。マルボロやってやろうじゃないか。まあ、とりあえず連合国と、あ、枢軸と連合、よくわかんないな。ちょっと枢軸国の方もちょっとね、あのアプローチしてくんないとよくわかりませんね。まあ、とりあえず交易しましょうか。連合国いた。輸出、ゴム、皮、砂糖、肉。皮いけんじゃね。ね、皮はいけますね。肉はちょっとね、国内で消費したい。国民に肉を食わしてやりてえので、いかん、ちょっと優しいとこ見せちゃったな。まあね、勝手に食われちゃうから、肉ね。うん。こいつら牛肉に目がないからさ。皮はさすがに食わないから、皮を輸出しましょうか。契約書に署名する。偏差ゼロだからね、
大した儲けにはならないかもしれないけども、まあ、しゃあね。よし。あ、待って、デモが始まってるぞ。どこだよ。え、一人デモ。一人デモだね。あ、集まってきた。え、なんで裕福度浮遊じゃん。なんで浮遊で君ら。おー、集まってきたぞ、おい。なんだ、なんだ、なんだ。え、やっちゃっていいっすか。え、なんで何が不満なの思考。このままじゃ耐えられない。今日もトラック野郎にふさわしい顔してるかな。なんか充実してそうだけど。幸福度、あ、仕事、職場の仕事の質で決まります。いや、捨ておけ。あ、何これ。共産主義者の要求。マルコ・モレノ。プレジデンテひらめきました。これで資本主義の問題を解決できます。おっと、靴ひもがほどけていました。これで大丈夫。つまずいて転ぶのは嫌ですからね。何の話をしてたか忘れてしまいましたが、せっかくですので、この小さな仕事を手伝っていただけませんか。共産主義者やべえな、ちょっとこの人。この人。やばいな。劇場建設はちょっと。少し放置しとく。要求受け入れまで167日あるから、今お金だってないもの。そんな無理ですわ。ちょっと放置しよう。今すぐ廃棄してもマイナス5でしょ、指示が。で、受け入れない。167日後に受け入れなくてもマイナス5だから。放置で放置。はい。さあ、でもまだバラックがあるんだよな。で、お金減ってるんですけどね。これどうすればいいんですか。税金上げたいんだけど。税金はいじれないからね。あら、何あ、やった。失業率低下 7% になったってことね。特にでもこれご褒美はないんだよな。で、ラム酒蒸留所は、もう空なんだね、砂糖がね。ちょっと早くこっち。うん。砂糖をじゃんじゃん取ってほしいんだけど、1個じゃ足りないのかもしんないな。もう1個農園作る。お金ないけど、大丈夫かな、これ。お金ゼロになったらどうなんだっけ、これ。作ってみましょうかね。もう1つぐらいね。あってもいいでしょう。農園。砂糖農園。おいくらか見なかったけど、いいや、ドン。あ、結構高い。1500本した。さあ、貨物船で1984。毎度あり。さあ、そしてまたどんどん入れててくれ、貯蔵庫に。丸太が入りましたね。そうか、伐採キャンプを作ったから、できれば材木にしたいんだよね、板材に。お金が、あ、やっぱ5000しか、ちょ、やばくないこれ。あ、すごい、終わりそう。すごい終わりそう。あ、増えた増えた。あ、なに？数十国が海外からの支援を送る。やった、お金増えた。やった、ラッキー。ラッキーだけども、支持率も 18% まで下がっちゃったからね。つうか、お金がないのがまずいわ、やっぱり。金山とか建てればいいのか？鉱山。鉱山、金鉱山。あ、あるあるある、あるじゃん。金もかなり高いって言うからね。え、ちょっと待って、鉱山いくらだったっけ？そもそも。1200。いや、いけなくはないけれども、ちょっとでもきついなぁ。まあ、何もしないよりやる方がいいか。やろうやろう。よし。ここにつく。ほんと大丈夫かな俺これ。ちょっと自由にやりすぎたかな。これは痛い目を見そうだ。早く。金を作ってくれ。頑張れ。金鉱山を作るんだ。特にも鉱山っぽいのはないけども、頑張れ。押してきた。できたできたできた。そう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 。ほぼ人間プロトコル。利益プロトコル。効率が上がって仕事の質が低下する。いいんじゃないか？効率上げていこう。